世の中と女芥川龍之介今の世の中は男の作った制度や習慣が支配しているから男女によっては非常に不公平な点があるその不公平を強制するためには女自身が世の中の仕事に関与しなければならぬただ不公平という意味は必ずしも 男だけが得をしていやどうかすると私には女の方が得をしている場合が多いように見える例えば相撲である我々は女の裸体はめったに見られないけれども女は相撲を見に行きさえすればいつでもたくましい男の裸体を見ることができる